三十块，破了，破了那。一三十块，破了，破了吗？听得吗？公安的。对。あ、はい、ありがとうございました。風邪ひかないように気をつけてください。ありがとうございました。あ、すみません、迷いました。ちょっと待って。外務省は仕事しろ。
皆さん、この間ね、日曜日、辺野古のゲート前で、日本人の、ね、方2人、一反対派の方2人、僕も私はですね、あの映像を見てました、その時リアルタイムで。あれどう考えてもおかしいですよね。いきなり木の中から、セキュリティっていうね、あのキャップかぶった黒い、集団が出てきて、本当問答無用に引きずり込んでったじゃないですか。でね、それで拘束されて、ある1日ですかね、それで解放されましたけども、あれ外務省国際問題じゃないですか。ちゃんと原因究明してくださいよ。ほら、報道とかね、いろいろ言ってるけども、ちゃんとね究明してもらわないと、僕らね、この国のね、国籍の日本人ですけども、ほんとさ、いつ何が起こるかね、ほんと分かんなくて、危なくて生活できないよ。これね、反対とか賛成とかじゃなくて、こんなことが日常的に起きたら、ほんとさ、おかしいよ。外務省、ちゃんと仕事して原因究明してくださいよ。お願いしますよ。まあ、はっきり言って、米軍基地、いられんだよ。原発もいらない。安倍政権さっさとやめてほしいと思ってんだよ。いや、ほんとね、もうこれ以上さ、もうなんだろう、国の中さ、めちゃくちゃになってんじゃないかよ。そういうのさ、ちゃんと自分の頭で考えろよ。考えろ。言い残したことありますか。大丈夫です。じゃあ、とりあえず、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。他にも行きたいとこいっぱいありますが、今日のところはね、いっぱいありますね。向こうの方にもあるけどね。あ、聞こえてきた。